Rose Up Radio Presented by Rose Up Rose Up Close Up Radio。 皆様、上様のおなりの私キムちゃんがクローズアップレディオに戻ってまいりました。7月の初めましてから2ヶ月ぶりの出演になります。本日もよろしくお願いいたします。今日も大阪から新幹線に乗ってやってまいりました。ちょうどお昼頃ののぞみに乗ってきたんですが、昼食をどうするかが悩みどころでしたね。2時間以上乗りますので、食べなかったら着くまでにお腹が空いちゃうことは間違いないです。本当は座席でのんびり窓の外の景色を見ながら、何か YouTube をイヤホンで聞いて駅弁なんかを食べながら列車旅を楽しみたいんですが、それをやるには車内が混んでいないという条件が必須になります。以前お弁当とお茶を持ち込んで自由席に乗ったら、3人掛けの真ん中の席しか空いてなくて、仕方ないからそこに割り込んで座ったんですけども、両隣のお二人、足元の荷物もすごいし、パソコン広げてるし、ただでさえ狭い3人掛けの真ん中席がますます狭くなっちゃって、で肩身も狭く、ガサガサとお弁当を必死に食べた経験がありまして、それに懲りたので、それ以来車内にお弁当を持ち込むことはしなくなりました。新大阪駅で売ってる駅弁も魅力なんですけれども、代わりにだし茶漬けの美味しいお店でお茶漬け食べてから新幹線に乗り込みました。で、自由席で無事に座れましたので YouTube 聞きながら、あまりの快適さにうとうと眠っちゃいました。外は暑いのに中は天国ですからね。今日は窓側の席が取れましたし、充電もさせてもらいました。実はちょっとね、飛び乗りだったんです。駆け込み乗車はおやめくださいってやつですね。自由席まで3号席まで行くのにね、車内を8号車から3号席まで移動してしまいました。かなり迷惑な乗客でございます。クローズアップレディオ。この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります。Close Up Radio Presented by Rose Up キムちゃんの推しトーク。私推しておりますわ。お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、明治学院大学が送り出した男たち、埼玉県は秩父市出身、歌えぬ歌などあるものか。どんな曲でも完璧に歌い上げる桜井マサルと、東京下町住田区育ち、弾けぬ曲など何もない、フォークソングを知り尽くしたアコースティックギターの神様坂崎幸之助と、埼玉県は蕨市から出た長い髪高い声が自慢の高見沢俊彦の3人からなるバンドにございまする。岩町より大津ごもりまで携帯鳴らす着メロは昔も今もメリーアン、メリーアン、メリーアン、won't you stay for me でございまする。さて、今では知る人少ないが、彼らの名前を世に知らしめたこのメリーアン、実は適当に選ばれし、アルバムからのシングルカット。誰もヒットを期待せず、仮タイトルはなんと、ベルリンの霜。そのまま出したらおそらくヒットはしなかった。ただいまこのバンド、ことのほかバラエティに受けがよく、やれ近畿キッズだの、嵐だの、ジャニーズの若手とのコントも見事にやってのけ、知名度あれども本業が実は芸人ではなくミュージシャンであることはジャニーズファンには意外と知られていない、悲しい事実。さて、何を隠そう、このバンドメリーアンのヒットに至るまで下積み苦節足掛け10年、ギャラの持ち逃げ、発売中止、ウルトラマンショーとのブッキング、エピソードにはこと書かず、
芸能界のおしんだの、新海魚だの、いろいろに申せども、この3人音楽業界最強のトライアングルであることは誰しも認める周知の事実。世間が何と申そうと彼ら3人超一流のミュージシャン、ライブ本数、継続年数、数々の日本記録を叩き出し、普通の人なら考えつかない発想と旺盛すぎる好奇心、ただの野原をライブ会場に作り変え、全国各地に夢の種をまき続けておりまする。さて、最前より謎かけのようなことを申しておりますが、ご存知ない方には昇進の故障の丸の見白川よ船ならば、彼らの魅力を存分にこの私がご説明いたしましょう。それではこの曲、売上セールスナンバーワンの星空の下のディスタンスでございますが、コロナ全盛期には星空の下のディスタンス、守ろうよソーシャルディスタンス、遮るコロナ乗り越えて、この胸にもう一度ベイビーカムバックというパロディでファンを笑わせてくれました。これぞ彼らのオリジナルセンスでございますよ。音がってんだ。ギター抱えてステージの端から端を走り回ってすってんコロリン、膝をすりむく、高見沢ばかりか坂崎桜一緒に転んで大忙しや、ホテルの宿を寝坊して、翌朝そうそうマネージャーを手こずらせ、隠れ小皿の今朝は巻き毛がまとまらず、仕方がないからアイロンかけてストレート、ロン毛の高見サラサラサラミ高見沢、あれその顔を見てお心を親はラギャーという学生主婦に至るまで、この高見沢の美形ぶりご存知ないとは申され、マイマイつぶり。ギターと衣装の管理だけでもバイトスタッフ3人必要。羽目を外せず、今日おいでのいずれも様に、泣いてもらおう笑ってもらおう、息は切れてもネタ切れはせず、ギターを武器に戦闘開始。猫も杓子もご覧あれと、ほほおやまって。ジ・アルフィーはいらっしゃいませぬか。以上、キムちゃんの推しトークのコーナーでした。Close Up Radio Presented by Rose Up。 出会いの奇跡。はい、先ほどは The Alfie の推しトークを歌舞伎口調でやってみました。あれはウイロウリといって、声優さんやアナウンサーの方が滑舌を良くするための発声練習の教科書のようなものをアレンジしてみました。The Alfie のファンになったのは中学生の時ですから、もう40年来ファンをやっておりますので、かなりの古株。子供の頃にしっかりコンサート中にしつけられておりますので、このアルフィーに関してのお仕事に関しての失敗談はないんですけれども、前回の放送で私は The Alfie の他に、全国の城や観光名所でおもてなしをしている戦国武将隊のお仕事もしているという話をいたしましたが、そっちのお仕事に関してはあちこちでいろいろやらかしております。今回はそういうお仕事中のやらかしエピソードをご紹介いたしますね。どこの戦国武将隊も活動期間が長いので、ついてるファンの方たちも長いんですよね。で、そんな中で暗黙のルールみたいなものが自然に出来上がっているようなんですけれども、後から入るとそういうことわからないんですよね。常識的にやってはいけないのが、出待ち、入り待ち、待ち伏せ、あとパフォーマンス以外での話しかけなんですが、私これ一通りやっちゃいました。意図してやったわけじゃないんですけども、皆さん観光 PR されてるんで、地元とはものすごく密着してます。で、イベントとかお祭りとかだと、出番以外は私たちと同じようにブース回ったり遊んだりとかしてるんですよ。で、そのブース内でばったり会っちゃって声かけちゃったりとか、あとエレベーター前にソファーあるから座ってたら、そこ武将隊の控え室の近くで移動経路だったから、まあ、結果的には出待ちみたいになっちゃって、あとはね、事務所が地元の飲食店なんですけれども、あのお好み焼き屋さんなんですけどね、ステージあった日はメンバーはそこで打ち上げするんですけれども、もうそれ知らなくてね、普通に食事に行ったら店長さんが出てきて、ファンの方の入店はお断りしてますとか言われちゃって、そういうね、メンバーに合いそうな場所は逆にこっちから避けないといけないらしいんですよ。しまいにはね、またあなたですかっていう目で見られちゃいました。
あとね、遠征先のイベント行ったらね、宿泊先同じで朝の朝食会場でばったりとか。あ、おはようございます。泊まりここだったんですか。私らも一緒です、ね、お風呂行かれましたとかね。もういらんことをね、ごちゃがちょっと話しかけてしまいましてね、もう話しかけないでくださいオーラがすごいんですよ。もう今はオフですからってね、それを察せずにどんどんと話しかけてしまうという、昨日良かったですねとかね、もう黙っとけやみたいな、うん、そんな目で見られております。あと新幹線乗った時もね、たまたまですけど、あ、同じ車両におったとか、まあそんな思っとったらいいんですけどね、またこれが声かけるんです。あ、同じ車両ですね、朝早く起きはったんですかとかね、お弁当食べはったんですかとか、もうほっとけやってね言われそうですけどね。追っかけてないのに追っかけてるみたいになっちゃってね、とんだストーカーファンやと思われてるかもわかりませんね。そんなこんなでね、悪い意味でめっちゃ認識されてます。いつからかね、関西弁になってしまいました。私大阪府出身でございます。で、神戸の清盛隊というね、神戸のおもてなし全国武将隊のファンをやっております関係で、もう関西弁でもうそのまんま、おはようございます、差し入れですとかね、そういう風に話しかけてますんで、もうそんなこんなでね、やらかしエピソードがことを書きませんが、まああんまり推しに嫌われないように、これからもお仕事をどんどんと活動的にやっていきたいと思います。以上、出会いの奇跡のコーナーでした。Close Up Radio Presented by Rose Up。 はい、本日もあっという間に終わってしまいましたが、私のお話はどうだったでしょうか。楽しく聞いていただけたのでしたら幸いです。また必ず次回がありますので、その時にはよろしくお願いいたします。新日本ヒストリー87話、新井白石役、上様のおなりでデビューして、その後94話では愛染妙王、おい金継ぐ、お前がなぜ失敗したのか、わしがその訳を教えてやろうかというセリフで出演させていただきまして、それが先ほど、この間ですね、 YouTube で公開されました。そしてその次には104話への出演も決まっております。その間に坂本塾主催の大人の文化祭という歌と朗読の舞台発表を2度ほどやらせていただき、このクローズアップレディオのパーソナリティも今回で2回目、着実に表現の場をいただいております。この先どれだけの機会に巡り合えるか分かりませんが、一つでも多く発表の場に立ちたいと切に願っております。そしてそれを表現している私を好きになってくださる方が現れればいいななどと思っています。私のインスタグラム、キムチ0531、 KIMUCHY0531 に会いに来てくださりましたら幸せです。本日はお付き合いいただき誠にありがとうございました。クローズアップレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信させていただきました。Close Up Radio, presented by Rose Up.